ヘルマン・ニッチュ。ヘルマン・ニッチュは、オーストリアの実験的なマルチメディアアーティスト。パフォーマンスアーティストと呼称される一方で、画家、作家、作曲家としても多方面で活動している。1938年、ウィーン生まれ。1950年代後半、ザ・ウィーン・グラフィシャレア、ウン・ト・バーサシャン・ストールトにおいて、グラフィックアートの教育を受けた。当初は、 アクションペインティングへの系統を見せたが、1960年代、動物の増物や死骸や血を用いた、過激なパフォーマンスアートを始める。過激な身体過逆、自称、正規損傷を伴うパフォーマンスを展開したギュンター、ブルス、オットーミュールと合わせて、ウィーンのサンバガラスと呼ばれ、この3人に、ルドルフ・シュバルツコ・コグラーを加えた4名を、ウィーンはアクショニストと呼ぶ。 彼らウィーンアクショニストは共同作業を多く手掛け、ニッチュはその一人として伝統的な芸術ジャンル外での活動を目指したが、その過激さゆえにたびたび投獄され裁判沙汰となっている。ニッチュはパフォーマンス中に明るい赤や栗色、青白い灰色などのペイントを叩きつけた抽象絵画を作成。この色彩は体の切断を象徴し、 絵画作品としては制御された暴力という主題を表している。1950年代の間に、ニッチは、オージーズ、ミステリーズシアターの構想を練り、1962年、ウィーンにて最初の公演を行った。それは、コ羊の皮を剥ぎ、手足を切断するというパフォーマンスであり、60年代初頭には、ニッチは、 儀式的かつ実存的なアーティストとして注目された。白い布を貼った壁に貼り付けにされた子羊は内臓を摘出され、白いテーブルの下にさらされ、血と湯を浴びせかけられる。また、パフォーマンス中にはニッチュが作曲した音楽作品も演奏される。1968年、ニューヨークで当時ジョナス・メカスが運営していたシネマテークにて、 アクション25公演。ニッチは会場中央に一頭のヤギを吊り下げ、肉片を会場中に散乱させた。ニッチはこれら肉片に赤い塗料をぶちまけ、流し込み、真っ赤に染まった肉片を参加モデルの男性の股間に押し込んだ。さらに、白いガウンをまとった少女モデルと逆さ釣りにした男性モデルに赤い塗料を大量に浴びせかける、血攻めを行った。 さらに肉片を損壊させ、会場中に投げつけ、日中自身も血まみれとなった。こうして徹底して他者を攻撃することで自身の自由を求めるというパフォーマンスであり、地に対する人間の思考や、地を見ずには肉体的自由を達成できない人間の質を証明するものである。1971年、日中はオーストリア、ウィーン郊外のブリンチェンドルフ城を購入。 そこを拠点として、OM シアターを継続的に主催するようになる。解体された羊や牛など、動物の内臓、ブドウなどの果実や貼り付けの十字架といった順、宗教的なアイコン、そして音楽やダンスを組み合わせ、城の内外にいて、多数の参加者が祝祭的パフォーマンスを繰り広げるというものである。そして、その過程で生成されたオブジェや絵画、 舞台装置なども作品として発表される。アクションという名称で知られるようになった日中のパフォーマンスは長年の持続によりますます洗練された。1998年、日中はプリンセンドルフ城にて OM シアターの100回目公演を主催した。日中自身がこの公演を自身の最頂点とみなしている。また、2004年には 省略系バージョンも行っている。日中自身は、OM シアターは、抑圧感情の発散としてのカタルシスの理論に基づくものとみなしている。そして、その目的として、アクションを通じての瞑想と、その後に訪れる精神の神秘的な消化を挙げている。この日中の理論は芸術を大用宗教として扱うものであり、 中世の芸術的伝統を現代にそのまま移植しようとする試みである。日中のアクションは集団的なカタルシスを追求することで現代文明への疑問を提示するものであり、ギリシャのディオニューソス祭やキリストの受難劇などを転居とし、さらにジークムントフロイトの精神分析論の影響を受けている。キリスト教のシンボル性に基づく黒みさ。 悪魔払いの性質を再現すると同時に、サディズムの視線から人間と動物に同じリアリティが流れていることを確認し、血の雨を浴びることで肉体の歓喜を再認識することに一つの目的がある。覚醒遺伝的な宗教や犠牲などの道徳的倫理を封じ、批判する作品との評価を受ける一方、ニュース映像や映画、テレビゲームなどにより固定された現代文化との 関係という文脈で語られることが多い。この相関関係は、暴力と文化が交差した多くの事例と絡めても、論考された。1995年頃までには、ニッチュは、体制派にも十分受け入れられた。例えば、ウィーン国立歌劇場は、マスネーのオペラ、エロディアードの演出及びコスチュームデザインに、ニッチを招聘した。そして現在もニッチは、 各種論考や音楽 CD を発表し続けている。1972年、1982年のドクメンタ、1988年のシドニービエンナーレに参加。世界各地でパフォーマンスや古典などを多数開催している。日本では1999年のアクション、行為がアートになる時1949から1979。 2005年の痕跡、戦後美術における体と思考、2008年の横浜トリエンナーレなどに絵画やインスタレーションが出品されている。また、2007年にはオーストリア、ウィーン郊外のミステルバッハのミステルバッハミュージアムセンター内にヘルマンニッチュ美術館がオープンした。ありがとうございます。